恋愛がうまくいく人の特徴もせ。恋愛がうまくいく人には共通する特徴があります。あなたもこれに当てはまるか確認してみましょう。参考になったと思った方はぜひいいねお願いします。 1. 自己肯定感が高い。恋愛がうまくいく人は自分に自信を持ち、自己肯定感が高いことが特徴です。自分を愛し、相手に依存しすぎないことで健全でバランスの取れた関係を築くことができます。相手にも自分と同じように尊重される存在でいられるのが強みです。 2. オープンで誠実なコミュニケーション。恋愛がうまくいく人は相手との間でオープンで誠実なコミュニケーションをとります。自分の気持ちや考えを率直に伝えるだけでなく、相手の言葉にも真摯に耳を傾けます。こうしたコミュニケーションが誤解やすれ違いを防ぎ、関係をより強固にします。 3. 相手を尊重しサポートできる。恋愛がうまくいく人は相手を尊重し、互いに支え合う関係を大切にしています。相手の夢や目標を応援し、2人で一緒に成長していくことでより深い絆が築かれます。パートナーシップを通じてお互いが高め合うことを目指します。 4. 柔軟性があり変化を受け入れる。恋愛がうまくいく人は柔軟性があり、関係において変化を受け入れることができます。生活や環境が変わっても適応しながらお互いのバランスを保つ力があり、関係を続ける上での困難を乗り越えることができます。 5. 楽しむ心を忘れない。恋愛がうまくいく人は日常の中で楽しむ心を忘れません。パートナーとの時間を大切にし、笑顔や笑いを共有することでリラックスした関係を保ちます。楽しい時間を共に過ごすことで自然と愛が深まっていきます。これらの特徴に当てはまることで恋愛関係を成功に導き、長続きする関係を築くことができます。自分自身と相手を大切にしながら、日々のコミュニケーションやサポートを大事にしていきましょう。